じゃあ、今日はですね、一人で撮ります。高野支店3連戦を振り返るということで、まだまだ頑張ってるチームもあるということですね。で、まあ頑張ってないチームはないんですけども、なんかここに来て調子がいいぞというようなチームと、まあ天候との戦いもあるという。まあ今日でも、昨日でも何回も中断したところで、これはもう天候との戦い、まあ、9月に入り、まあ、台風のシーズンとか、まあ、菜種梅雨、まあ、そういうものがあって雨に打たれながらの試合もこれからたくさんあるだろうなというような、まあ、そういうことをもう9月の冒頭に感じました。でどうなるのということで、まずセ・リーグから、こうなりました。まあ赤い方が勝利数ですね。まあベイスターズが勝ち、阪神が勝ち、まあヤクルトが勝ったということで、まずは DeNA 中日、今永、浜口、ロメロという先発陣で、中日の方は松葉、勝野、上田という、まあ、若干若い、投手が投げるなというところで、まあ、DeNA の方はヤクルトに、まあ、3連敗したんですけども、まあ、このカードがやっぱりこう大事だなっていうふうに見てたんですが、非常に頑張りましたっていうのかな、まあこうヤクルトとの動きとは全く違って、まあなんか逆にこう負けたことによって吹っ切れたというようなね、まあそういう強さも感じたし、あとは なんて言うんだろう、まあ今永も浜口もまあしっかりした投球するし、まあロメロも頑張りましたね。そんな中、まあ3戦目に4点リードの時に桑原がまあ送りバントを決めてまた追加点を取るとか、まあなんかこう非常にこう硬い野球をまあやるようになってきたのかなっていうような、まあそんな感じがするし、まあオースティンも代打に出て、まあ走ってたとはいえ、まあ一三塁を作るとか、まあ走塁もなんかみんなの意識の中で、高いものが感じられた。まあそれと宮崎もそう、ライト線に、打った打球、まあ一塁で止まってたんだけども、その送球がそれのを見て、まあセカンドを奪うとか、次の塁に進むというなんかすごく意識的な高さを感じた。それとやっぱこう代打の成功率、まあそれも素晴らしいし、まあキャッチャー3人制で行ってて、まあ戸柱ホームランは打つわ、伊藤が2安打できっかけを作るとか、まあ峰も頑張ってるというね。だから非常に今、ヤクルトに負けたこのカードっていうのは逆に落ち込むのか上がるのかすごく心配してたんだけども、上がってくれたということでまだまだチャンスが残されたなっていうような、まあそんな感じがする3連戦で、中日の方はやっぱ3試合やって2点しか取れてないということは、やっぱりまあ勝野とか上田とか本当は本来なら勝っててもいいようなピッチャーなんだけども、やっぱ援護がないとやっぱピッチャーって勝てないんで、まあ、少しそこら辺を援護してやるといいのかなっていう、まあ急に打てとは言っても打てないけども、まあなんとかこう頑張れないかなというようなね、まあ、すごくこの3連戦を見てて中日の方は元気のなさを感じた3連戦でした。続いて阪神対、広島、青柳、伊藤、才木、広島の方は、まあ、森下とかですね、そういうのが投げてるんだけども、青柳がマウンドに上がった時に急に雨が降り、まあ冒頭にも言ったんだけども、まあ、雨でちょっと中断するというかプレーボールが遅れるという、まあ、そういうアクシデントがあったんだけども、なんかこの日の青柳っていうのは素晴らしいピッチングを見せて、ね、頑張ったと。勝ち星はつかなかったんだけども、しっかりした投球を見せてくれたということ。伊藤も、まあ、粘るだけ粘ってたんだけども菊池のホームランだとか、まあ、そういうところで非常にこう広島に流れが来るかなって言ったところを、まあ、一踏ん張りして、まあ、この2人っていうのに負けがつかなかったというのがね、まあ、中継ぎがいいんで中継ぎが勝ち星を拾って、勝ったという。で才木が3戦目には6回を完封したという、まあ、この中で近本が非常に当たってきた。で大山が非常にいい、負けが込んでてどんどんこうなんていうのかな、こう追い上げてきた時にやっぱりこの2人だったんだよね。近本が連続試合こうヒットを続けるとか、その中で大山が爆発してるとか、だから非常にこう上を追っていく体勢が整ったということ、
それと才木、これが非常にいいピッチングをしているという、だから勝てるピッチャーがまあ結構揃ってるということ、だから阪神タイガースまたもう一回来るかなというようなね、まあそんな感じを見せてくれた3連戦でした。で広島の方、菊池が戦列に戻り秋山も戻ってきて、まあやっと、まあ小園もそうだよね、やっとなんかこう選手が揃ってきたというところで、まだまあリズム感、まあチーム試合感というものがまだ万全ではない中、まあ、戦ってるわけですけども、まあでもまだまだ諦めるようなねことではないし、まあ阪神がやっぱ素晴らしかったということ、春先11勝1敗ぐらいで広島が、タイガースをこうカモにしてたんだけども、その面影はもう全くなく、まあ栗が頑張るけどもまあ点を取られるとかね、森下が降りた後点を取られるとか、まあそういうところでちょっと苦しんだんだけども、戦ってる姿、最後まで諦めないとか、まあそういう姿はいいんだけども、まあ3戦目なんかはミスで、負けたというね、だからそういうことを考えると広島、選手が揃ってきてこれからっていう時にまあ頑張らないで、こうやって振り返りをしていると広島がね一番多いと思うのはスイープされるっていうこと、3連敗を食らうということが非常に多い、だからそこら辺をこれ2勝1敗ぐらいで頑張るとなんとか3連敗だけはっていうふうに頑張るともうちょっと上の方に行けるかなっていうような、まあそんな感じがした3連戦でした。でもタイガースは本当に今チーム状態というのが非常にいいし、甲子園での試合っていうのが非常に多いので、まあ、非常に怖い存在になってます。でジャイアンツ対、ヤクルトで、ヤクルトは DeNA に勝ち越してきてホッとしてないかなと思ったら全然ホッとしなかった、やっぱり粘り強い、延長に入り、まあ2試合延長になったんだけども、2試合延長に入った、ところで、まあ、中村が2点タイムリーを打つとか、やっぱりこう打線がつながるというか強いなっていうような、そういう勝ち方で第1戦、まあピッチャーは小沢と菅野の1戦目投げ合いだったんだけども、小沢が菅野に一歩も引けを取らないぐらいの、まあ、好投を見せてくれたということね。で2試合目は、高梨井上という、まあ、ベテランと若手の投げ合いだったんだけども、まあ、8対8、まあ、延長12回引き分け、5時間半ぐらいかかったかな、まあ、そういう試合を転じたわけだけども、まあ、その中でもやっぱジャイアンツはやっぱ中継ぎもつれて中継ぎ勝負に行くとどうしてもこう苦しくなるなということで、まあ、ヤクルトの方も田口というのが非常に良かったんだけども、田口が少し状態が悪いということだからちょっと苦しむかなっていうような感じはするんだけども、ただ打線がそれを援護するだけの、まあ、ヤクルトはいい打線を持ってるということで、ジャイアンツも、悪いことばっかりではなく岡本が上がってきたかなっていう、だから中田岡本っていうつながるような、まあ、打線になってくると、まあ2人が当たってくると非常に、爆発力が生まれてくるかなという、まあ吉川がねちょっと元気がないんでちょっと心配なんだけども、まあ吉川がまあ出塁をする、中田に回す、岡本がいる、ポランコがいる、そうなってくるとジャイアンツも結構点を取ってくるかなっていうふうに、まあ感じた3連戦でした。順位 CS が見えてきた3連戦なんとなくですけども、まあ阪神はそんなに落ちることはない、でベイスターズもヤクルトに負けてちょっと気落ちするかなと思ったらそれを反発力に変えた、でヤクルトはやっぱこう強い、この3チームが今 A クラスにいるんだけども、広島が昨日の試合を負けたことによって自力の CS が CS 出場が消えたということ、まあ中日はもうないんだけどね、自力では、だから、まあ、だんだん順位が見えてくるぞといった、まあ、3連戦でした。で続いてはこうなりました、西武対日本ハムは1勝1敗、ソフトバンク、ロッテ絶好調3連勝で、楽天、オリックス、1勝2敗ということで、まずは高橋光成と噂の投げ合い、2戦目は隅田と根本、まあ、やっぱ高橋光成が投げるとそんなにっていうふうには思わないんだけども、なんかこう粘りのピッチングを見せてくれる、絶対負けられないという姿が、まあ、背中に、感じ取れるんで、
まあ、野手も奮起するかなというね、まあ、そういうピッチングを見せてくれた。日本ハムの方の噂は、まあ、どうしてもなんかこう疲れてんのかなっていう、まあ、状態が調子が上がってきてないなって怪我明けから見てると、だからまあそこら辺で苦しいのかなというね、そんな感じがしました。2戦目根本と隅田、まあ、隅田も5回を2点だったかな。まあゲームを作ることはできるんだけども、なんか今年勝ち運に恵まれてないなっていうようなね、まあそんな感じもするし、まあ、根本というのも、まあ、しっかりは投げる、だから両方とも、まあ、いい投げ合いで試合は締まってたんだけども、あ、日本あの西武ライオンズの方が、まあ、水上がやられるというね、で森のワイルドピッチかなパスボールかなっていうような、まあそういうので点を取られ負けてしまうというねことなんだけども、まあ西武ライオンズの方この2試合を見てて、まあ3戦目は大宮で豪雨のために、まあ、中止になったんだけども、まあ水上がやられたりだとか、時折こう安定してた中継ぎ陣が点を取られることがあるんだけども、昨日平がまあ、ファームで投げたということで、もう上がってくるの、ま、間近かなという、だからまあちょっと疲れが出だした中継ぎ陣に、まあ、平が戻ってくるということで非常に明るいニュースがある。で日本ハムの方はやっぱこうモチベーション高いのは松本剛、まあ、首位打者を狙える位置に、まあ、悠然といて、まあ松本のヒットで、まあ、勝ち越したりだとかいろいろしたんだけども、やっぱここら辺のその目標がある選手がまあ、しっかりした働きをすると、まあ、勝利に貢献をしていくんだろうなっていう風な感じの2連戦でした。まあ、西武の方はちょっといっぱいっていうのは痛いかなというね、まあ、そんな感じがしました。でソフトバンクとロッテ、まあ、ここに来てロッテがまあ絶好調、まあ、これちょっと変則で月曜日にやって火曜日試合がなく水木とやったんだけども、まあ、奥村森石川レイ美馬っていうピッチャーを立ててきたんだけども、まあ、ソフトバンクの方はグラシアル、デスパイネ、今宮っていうのが少し疲れてきてるね。やっぱりこの3人っていうのはレギュラーというふうに言われる3人で、主力がまあこう抜けた、柳田もいない、まあそうだな、牧原もいない、周東いないってなると、この3人がこうしっかりしたことをやらなきゃいけないんだけども、抜けてからの期間でもうずっと頑張ってたんだけども、ここに来てちょっと疲れが出てきてるのと、そのコロナで代わって入った若手が最初の頃はものすごく躍動してたんだけども、ちょっと息切れをしてる。だから26イニング数無失点という、無得点というね、まあ、不明瞭なことなんだけど、今状態的にはね。だけどここが踏ん張りどころで、このままなんかこうガタガタと落ちていくと、ちょっと苦しくなるかなっていうね、展開的にはそんな感じがします。でロッテの方は、まあ、先発ピッチャーも頑張るし、増田がいない、まあ、ゲレーロ、オスナとか、まあ、そういったピッチャーが後ろに回ってるんだけども、そのピッチャーにつなぐまで頑張ればなんとかしてくれる、まあ、それと打線では、まあ、荻野がいいのと高部もいい。でここに来てやっと打ち出したんだよね。で井上が、まあ、ホームラン打ったりだとかタイムリー打ったりだとかで安田、5割ぐらい打ってるんじゃないかなこのところ。だから非常に打線がつながりだしたというね、ここに来てまあどうなのかって思うけど、ここに来てはね、外国人をこう外してやっぱこういう若手とか、まあ、荻野みたいなベテランが相まって打ち出すと、こうロッテはもともとこうつながる打線を持ってただけにね、とここに来てつながりだしたと、まあそんな感じがします。それとベテラン石川と美馬をリードした、松川、打つ方では貢献はあんまりできてないんだけども、やっぱりリードという面、守りという面では非常にいい落ち着きを見せてる。だからここら辺はやっぱプロの水に慣れてきたなという、もう平気で石川とか美馬をリードしてるという、であんまりピッチャーも首振らないし、だから松川のリードに、助けられたっていうベテランピッチャーっていうのはこうヒーローインタビューでもね言ってるし、非常に松川の成長を感じたこの3連戦でした。天対オリックス、則本、山岡の投げ合いと田島、唐島、
藤平ビドル、まあ則本がまあ抑えてるんだけどなんかこうピリッとしないというね。まあ山岡もまあいいんだけども、この試合はね、則本と山岡が投げた試合、まあ最終回、まあ、松井が上がってきて逆転されるんだよね。まあ、その裏ノーアウト1、2塁で浅村がバントに行ったんだよね。これはなんか監督曰くやっぱ浅村の勝つための確率を考えた行動でしょうと言って、まあサインではなかったことを言ってたんだけども、まあそれが失敗してまあチャンスを潰すような形にはなったんだけどもね。ただ浅村の気持ちっていうのはすごく俺はいいっていうふうに考えてたし、まあああいう気持ちが犠牲的な精神があるっていうことはまあ浅村いいなって感じた。ただまあ相手からすると浅村がバントやるのかフルスイングするのか、これはやっぱどっちが怖いかって言ったら浅村のフルスイングの方が怖いなっていうようなね、まあそんな感じがしたし、まあ打ってほしかったなっていうのが本音かな。ただその気持ちだけは変えるという、その失敗した次の試合、まああとの2戦だよね、それはもういずれもホームラン打ってるし、なんかこう浅村に期するところがあったのかなっていうようなね、そんな感じでした。で楽天の方はなんていうのかな、まあミスも多いし、なんか一つノリが悪いなっていうようなね、まあそんな感じがするし、だからまあオリックスの方は、まあ、山岡、田島、ビドルというところで、まあ山岡、まあ田島がね今年すごくいいんで負けないので、まあ田島にやられたというようなね。3戦目はもうお互いのミス、まあオリックスが3つのエラー、まあ楽天は1つのエラー、まあエラーの多さでまあ楽天が勝ったけども、まあ満塁ホームランとかまあいろいろ出たけどもね。でも最終回はオリックスが非常に粘るという、まあ紅林の何でも振ってやろうというようなね、気持ちあふれる、まあ、打席、まあショートライナーには倒れたけども、まあ、非常にいい姿を見たなというね。で最後は渡辺義明のセンターに抜けるような打球をね、飛びついて取ってセカンド封殺して試合は終わるんだけども、だけど、まあ、全体的に言えるのはやっぱそういう試合がこれ今後増えてくるということ。これはなぜかというと、もう本当にみんなクライマックスに出たいんだろうなっていうね、まあ、日本一を目指してるんだろうなっていう姿がやっぱこの試合でも出てたし、だからなんかこう素晴らしいこう幕切れだったかなっていうようなね、まあそんな試合を展開してくれました。で間に合うのか、まあそれとも間に合うのかっていうのは、まあロッテだよね。ロッテが今 B クラスにいるんだけども、まあここに来て3連勝、非常にバッティングも状態を上げているという。でオリックス間に合うのかって、まあそれとももう B クラスに落ちちゃうのかっていうようなね、まあそういうものを感じた、まあ、3連戦でした。で楽天もこういい位置には位置してるんだけども、もう一つノリが悪いなっていうようなね、まあそんな感じがしました。で順位表です。はい、こうなりました。まあセ・リーグからまあ一気に7ゲームっていう差が開いたんだけども、 DeNA 頑張ってね、6ゲームにしたということ、だからまだまだここら辺は分からないということで、阪神がもう今絶好調です。で絶好調は続くか続かないかっていうのが心配ないでしょうけども、これは続く、こう派手なゲーム、まあ広島3連戦では派手なゲームをやってたけども、だけどこれはもう締まったゲームもできるし、非常に阪神の状態がいいという、まあ明日から、ここが阪神巨人に当たるけどもね、だからここら辺で阪神が勝つと巨人がぐっと沈んで、もう本当に A クラスと B クラスの差がはっきりしてくるということ、自力消滅って書いてるけども、巨人が阪神に負けてしまうと巨人も自力の CS 出場はなくなるということね。だから本当に頑張らなきゃいけない。で広島は昨日負けたことによって自力の CS がなくなったということ、まあ、中日はまあもうないけども、だからこういうふうな、A クラス B クラスがはっきりここの戦いによってはしてくるよということ、だから巨人の頑張りでまだまだセ・リーグが面白くなるかなっていうようなことです。でパ・リーグ、ソフトバンクがここに来て3連敗で26イニング無得点ということで非常に苦しみだした。で一方オリックスは頓宮が
状態を上げてる。まあ杉本がいないんで大砲がいない、まあ長打不足かなと思ったら頓宮が2試合で3本ぐらいホームランを打ってくれて、杉本の代わりをしてくれるかなっていうようなところまで来てる。だからオリックスの状態も悪くはない。ただ、まあ、特に土のグラウンドだと思うんだけども、そこら辺の守備、をもう少しこう安定感が出てくるといいなっていう風なね、まあ、そんな感じがします。で楽天楽天はちょっと、ノリが悪いよっていうようなね、あれだけ、まあ、3戦目でもあれだけリードしてるのに9回ソン・チャーホーと松井でちょっとバタつく。だから、まあ、他のチームを見てるともうそこまでいったら大体鉄板で勝てるんだけども、楽天がなんかそこがすごく春先っていうのは鉄板だったんだけど、ここに来てちょっと疲れが出てきてるのかなっていう、だからちょっと楽天が心配かなっていうような感じがします。でロッテが非常に状態がいいという、先発ピッチャーがある程度つないで1点差でも後半に入ったら、まあ、大体抑えてくれるようなピッチャーが、まあ、東條だったりゲレーロだったり、オスナであったり、まあ、そういうピッチャーが控えてるんで非常にこう状態がいい、それと打てるようになってきたということね。だから非常にロッテがこう上がってくる楽しみもあるということね。で明日からかな、首位攻防戦、この1ゲームがどうなるかね、終わってからね、まあそれも非常に楽しみです。でここに来てって書いてあるけども、ここに来てっていうのは、まあ、ロッテとかオリックスだとか調子はグッと上げてきてるけど、まあ、果たしてね3年生終わった時にこの順位がどうなってるかっていうのが楽しみです。で日本ハム頑張って、モチベーションがちょっと全体的に落ちてるよっていうような感じがするし、元気がちょっと見受けられないというかね、春先の元気、まあ、中盤の元気、ここに来てのなんかこう疲れなのか、この結果が元気をなくしてるのか、だからもう少し元気を出して、で松本剛ね、首位打者を取れるように頑張ってください。はい、以上でした。